こんにちは、ゆかりです。今日はちょっと番外編というところで、ぼっちな私にもサンタクロース来たなんてことでお話ししようかなと思います。先日中年オタッキーさんが視聴者カメラプレゼント企画をされていたんですね。で、私カメラ始めて8月末、9月、10月、11月、12月、3ヶ月、4ヶ月目に入った。あ、いや、違う、入る。ん？計算できないぞ。9月、10月、11月。4ヶ月目が終わりましたかな？なんですね。うん。で、やっぱりいろんなカメラに触りたいなって思うようになって、で師匠に相談したんですよ。なんで相談するんだよみたいなのあるかもしれないですけど、いや、あのカメラプレゼントとかされてるじゃないですかって、オタッキーさんもそうですし師匠もねって。でも私あまりにも近くてね、応募していいのかなって思うんですって言ったら、いいじゃん、どんどん応募すればって言われたんですよ。あ、じゃあね、いや、師匠が言うからには別に気にせず応募しようと思って、中年オタッキーさんのそのカメラプレゼントに応募したんですね。まあ応募しないと当たり前ですけど当たらないじゃないですか。応募してももちろん当たらないですけどね。うん。実はその時私ライブ中継ねされてたんですけど、中年オタッキーさんが、私仕事していて一切内容分からずで、仕事が終わった後にツイッターのがね、一個こうバッジが一個こうついてて、なんだろうなと思って見たら、中年オタッキーさんからで、いや、カメラ当たりましたって来て、もうそらびっくりしました。やばい、方言出た。もう本当にびっくりしました。うん。まあこれある意味神様がね、いろんなカメラ触りなさいよって、いろいろもっと勉強しなきゃ、勉強の度合いが足りないぞって言ってるのかなと思って、はい、 このね、オタッキーさんからいただいたカメラも大切に使っていけたらいいなと思います。で今ここにほやほや来ました。住所はもちろん黒く塗りつぶさせていただいてます、すいませんね。はい、というわけでこれ開けていこうかと思います。フィルムだ。お、36枚撮りのコダックのゴールド、フィルムいただけましたね。あ、ちょっと立てない。うん、フィルムですね。はい、フィルム1個出てきました。うお、すっごい、これケース付きなんだ。出た。これそのまま出てきました。すっごい年季入ってる。この革のストラップが硬い。ちょっとこれあれだな、この革掃除してあげようかな。よいしょ。あれ、どうなってんの。あ、外れないのか。これは上とかなんか書いてありますね。わかんないです。粉です、はい、これで止まってるのか。すごいな、この革のケース。うわ、年季入ってんな。よいしょ。あ、革のケース、そういうことか。革のケースに紐がついてるんですね。なんかよくわかんないぞこれ。よくわからない。ちょっと大パニックですね。私こうやって使うのか。こうか、こうやって使うようです。これどうやって取れたんだ。ああ、そうか、ここの金具に引っかかってたんですね、これがね。そういうことか。よいしょ。こう合体
カッチンで合体なんですね。見えた見えるかわかんないけど、いや見えなくてもいいかな。こうかで、こうなってるのか。うわなんかカバーごときで大騒ぎですよ私。これ大丈夫ですかね、これから先ね。よいしょよし、カバーは分かったぞ。ちょっと綺麗にしたいと思います。で、これはこの革のカバー付きでカメラ下げる、こういう感じなんですね。すごい重厚感あるなこの革。買った革なのかな、革だな、革か、え、よくわかんない、まあいいや。で、これもこのなんだっけ、よしよしよし、取れない、取れない、取れた。このカバーも外して、純正なんですよねきっとね。おお、こりゃまたどういうことなんだ。はい、カバー付きでこんなんですね。やばいぞこれ、また私わからないぞって感じですぞ。こういう感じですね。ここですね。はい、ここですね。あ、光っちゃってる。ここですね。こんな感じ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 。なんだこれ。え、どういうこと？ああ、そういうこと。下で巻くんですね、これ。え、どういうこと？ちょっと大混乱なんですけど、私。大混乱です。ちょっとはですね、せっかくなんで綺麗にしたいと思います。はい、あとね、まあ、ちょっと今これ水拭きしたんでね、ちょっとカメラとは別に置いて完全に乾いてからカメラにつけようと思います。そうじゃないとカビっちゃうかもしれないですもんね。はい、なのでちょっと別に置いとこうかなと思います。で、キャノネットってでっかいんですねこれね。よいしょ。いや、師匠から譲ってもらったキャノネット QL17 とこんな大きさ違うんですね。っていうか後ろにこんなになってるし、やばい、私ちょっと使い方わかんないって感じで今ふわふわしてます。はい、インターネットの Google 先生や、なんだ、YouTube 先生？いや違うな。おたっき師匠の、はい、動画を見て学ぼうと思います。はい。で、なんか今ここに私一生懸命カメラ並べてみたんですよ。そしたらものの4ヶ月なのにカメラが 1,2,3,4,5,6 台。ちょっとびっくりしました。まあこれもらったキャノネットですね。おたっきーさん、中年おたっきーさんのプレゼント企画でいただいたキャノネット QL、 あ、じゃあ QL じゃないよ、キャノネットです。初期型ですって。はい、とこれ師匠に譲ってもらったキャノネット QL17 と、まあこれ師匠に会う前に持ってたリコーのなんだっけ、デジタル GR コンパクトカメ、デジカメですね。はい、でなんだこれ、師匠に譲ってもらった、ちょっと今レンズつけてないですけど、清掃中でレンズつけてないんですけど、これ師匠に譲ってもらった EOS50D、 よいしょ。でシグマの28-300F3.5 から 6.3 が欲しくて買ったけど、一緒についてきた、EOS キスデジの4型、それに師匠に渡された、あーよいしょ、蓋落ちちゃった、キャノン FT9L、 全部で 1,2,3,4,5,6 台。ちょっと自分でもびっくりしてます。
この子たち、全て使えるようになろうと思います。はい、今日は、はい、大混乱ですが、なんとかGoogle 先生に聞いて裏蓋の開け方が分かって、フィルム装填の仕方分かったんで、フィルム入れたいと思います。いや、いろいろがドキドキですね、本当にね。汗かくとこじゃないですよ、本当に。よいしょ、よいしょ。これ大丈夫かな、負けるか、不安ですね。やっぱキャノネット QL17 はちゃんとこの負けるようになってたわけですよね。これ私こんな入れ方で大丈夫なのかしら、すっげー不安なんですけど。負けはいいのか。本当はこんなんじゃないですよね、きっとね。おー、やべえ、フィルムの巻き方がわからない。滑っちゃうな。違うんですね、曲げてないんですね、これね。今の大格闘で、フィルム入ったと思います。36枚撮ってみたいと思います。開けてびっくりなんてことにならなければいいんですが、はい、今から不安でいっぱいです。はい、今日はそんなところで中年オタッキーさんのプレゼント企画当たっちゃったぞっていうか、当たったら本当に来るんですね。はい、中年オタッキーさんありがとうございます。では今日はそんなところで終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。